はい、ディズニーマジックキャッスル2続きからやっていきたいと思います。前回模様替えをしたところまででしたね。はい、はーい。こんにちは。どう、この街は気に入った？楽しんでるかしら？私あなたのこと待ってたのよ。うちに遊びに来ない？うわ、どうしよう。私の家もミッキーの家の隣なのよ。嬉しいわ。うん、大変大変。あ、こっちよ。見て、この歩き方ちょっと見習いなさい、ゆうたちゃん。ちょっと全然ダメじゃん。くっついてるもん、なんか私の歩き方。こっちよ、こっちよ。あら、ピンクで可愛い。ここ私の家なの。あなたの家からとても近かったでしょ。さあ、どうぞ入って。ありがとうございます。ひどい。じゃあちょっと物取りたくてごめんなさい。いっぱいあるんだもん。これなんか時間経過で増えるのかな。ぽいよね。ぽいな。ってことはよ、やっぱいっぱいその見つけた時取っといた方が、あとあとね、このアイテムが欲しいとかもね、なんか困らないかなって。すごい女子力。うん、待って、めっちゃ可愛い。この写真っていうか、こう飾ってあるこれ、うわ細かい、素晴らしいねこれ。何、ちょっとさすがです、ミニーパイセン。私ね、気に入ってもらえたら嬉しいわ。でも全然気に入った。何、はい、デイジーブレザーか。なるほど、デイジーの服着てるからくれたってこと。そう思うとデイジーの服じゃない方が良かったかなとかちょっと思っちゃった、ね、これ。ああでもいいと思う、いいと思う。うん、なんか無理してない感じがいいよね。なんかでかいリボンボーンとかじゃなくてね、いいよね。とっても素敵。ありがとう。この街のみんなはとてもおしゃれが好きで、おしゃれな人を見かけたらいいねって褒めてくれるの。全身を一つのテーマで揃えた完璧なコーデで街を歩くと、みんなからいいねって声かけてもらえるわよ。あ、完璧なコーデじゃないとダメなんだね。そうだわ。せっかくおしゃれしたことだし、みんなに見せてきたらどうかしら。本当？悪いねって言われたらどうする？あんたデイジーなんだ。ふーんとか言われない？大丈夫？私はもうこの家が素晴らしいと思う。みんなって誰？ちなみに。なんかあるよ、いっぱい。ここ。花も拾える系か。とても可愛いのね。まあ、あなたより可愛いわよ、私。うん。ふん。ふんだって。パープルコスモス。人の方？人の方って意味わかんないけど。あと2回。あ、この子、マシ、マシっていうのもあれだけど。初めてのいいね。どう、みんないいねって褒めてくれたでしょ？これからもいろんなおしゃれを楽しみましょうね。おしゃれといえば、もうちょっと忘れちゃいけないものがあったわね。案内したいところがあるの。ショップワゴン、へえ。こっちよ。なんだろう、ディズニーランドにもあるよね、そういうこと。あ、いいわ。やっぱミニーパイセンと一緒に歩くって素晴らしいわよね。買い物大好き、わかる。わかるんだけど、さっきのとこ何って感じ。楽しいわね。楽しいわね。42って書いてあるよ、あそこ。大丈夫？何あんた。冷たい。もうミニーパイセン以外の人のことは冷たいわ、今。あ、これか。
これですね、うん、私が案内したかったお店はここなの。とっても可愛いお店でしょ。このお店は1日に何度も商品が入れ替わるの。今は何かしら、早速覗いてみましょうよ。ポップコーンじゃないの？ポップコーン、ディズニーのポップコーンだったら私はなんだかんだ言ってやっぱね、もう普通のが好きですね。キャラメルとかダメなんですよね、あらすごい独特ね。思わず手にしたくなるような楽しい商品を扱っているんですよ。どうぞご覧ください。お金ある？私、私から仲良し記念のプレゼントよ。そんな申し訳ないです、本当に。はい、申し訳ない。え、何ですか？1日4回入れ替わるよ。風船しかもらえないの今私。ちょっとぶりっこじゃない？風船持ってんの。この調子で100個いかなきゃいけないのが大変ね。あら、何、どうしたの？ステレンジさん、誰？あー、見たらわかる。名前はもう全然わかんなかった。見かけん顔じゃねえ。お前さん誰かな？紹介するわ。新しいお友達のユータよ。今度からキャステルタウンに住むことになったの。よっしゃ、スクルージじゃ。こんにちは。あ、かわいい。この通りで大きなデパートを経営しておるんじゃ。いかだ、今度は私の店にも来るといい。そういえば、少しお店にいなくていいのかしら。そうじゃ、そうなんじゃよ。わしは甥のドナルドに用事を頼んでおいたんじゃ。それなのいつまで経っても戻ってこなくてな。まったく、ドナルドは一体何をしておるんじゃ。よそ見に行きたいんじゃが、あっしは店番があるし。あ、なに、お使いね。初めてのお使いね。任されたわ。はい。はい、行ってきまーす。初めてのお使いで、初めてのお使い。初めてのお使い、皆さん見ます？私あんまり子供の頃は見てたんだけどね。よしよし、これぐらいのお使い私大丈夫よ。こっちよね。もう鳴ってるもん、すごいスピードね。なあ、びっくりした。もうちょっと音でかいのよね、やっぱりね。魚おる、魚釣りたいわね。ごめんね、僕今手が離せないんだ。とにかくドア開けて入ってきてくれる？何をなされているの？うわ、かわいいな、家の中。ドナルドって感じ、え、ほんとさ、細かいよね、あの家の中の写真っていうか、あのね、めっちゃ細かい。どこに飾ってあったんだろう今。あ、これこれ、ほら、デイジーのとか細かいね。素晴らしいわ。え、一個もらおうよ。ひどい。これね。あれ？あ、こっちね。ごめんなさい。釣りしとる。え、それで釣れる？ただの木じゃん。大丈夫？わわわわわわ。僕にスクールジョージさんから伝言？おじさんがそんなことを？おじさんたらすっかり待ちくるたびれたみたいだな。実は今、スクールジョージさんに頼まれて魚釣りをしていたところなんだ。魚を釣るといろいろなものが手に入るんだけど、スクール
スクルージおじさんは銅のバブルが欲しいって、バブルっていうのがいくつか欲しいんだってさ。あとちょっとで全部釣れそうなんだよ。魚釣ってくれない？大丈夫大丈夫、釣り方なら僕教えてあげるよ。ありがとう。え、3個、結構大変じゃない？とりあえず適当に釣りましょう。動物の森だと思えばいいのよね、うん、ありがとう。あ、そっちで釣るんだ。あれ、待って、おれ、結構簡単だったわ、うん、あ、逃がすんだ。なるほどね、アイテムだけを回収するという。優しいですね、生き物に対して。来ないわね。独特な魚ね、すごい。ちょっと気持ち悪いわね今のは。あ、影ででもだいぶわかるね。あの平べったいのがさっきの気持ち悪いやつでしょ。絶対そうよ。ドナルド釣れないんだけど、位置が悪いのかな、ドナルド。こっちからもできる？はい。あ、来た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 。これ気持ち悪いやつじゃない？うえ。どうもありがとう。これで君も魚釣りの名人だね。さて、これからデパートにいて頼まれてたものをおじさんに渡さなきゃ。君も一緒にデパートに行かない？君から渡した方がおじさん喜ぶよ。え、行こう行こう。え、競争パターンがあるのね。なるほど、負けない。うん、ただちょっと私風船持ってるからちょっと浮力が。うわー、ちょっと今のどう？ギリギリならないんだよね。うん、いや、人間にぶつからなければいけたな。くそ、何この人本当。ごめんねドナルド。うわー、ここは工房なんだ。今は閉まってるけどね。家具を作る機械が故障したって噂だけど、きっとまだ治ってないんだな。あのいたずら者のチップとデールね。うん。どっちがチップでどっちがデールか未だに私わからないんだけど。勘で言うんだけどいつも。あと知ったかしちゃうんだよね。あの、こっちだよみたいな。スクルージおじさんのデパートだよ。へぇ。怒ってたら私がちょっと風船爆発してちょっと驚かすわ、うん、本当にデパートなのこれ。あー、この3匹かわいい。ドナルドおじさんじゃないか。なんだ、お客さんじゃなくてドナルドおじさんか。かわいい。
その人は誰？僕の友達のユータさん。僕の甥っ子でデパート手伝ってるんだ。かわいい。ファッション売り場担当なんだ。よろしくね。よろしく。あ、かわいい。もう写真はいいや。SD カードマジ容量いっぱいなの私。ダウンロードしてるゲームが多すぎてもう。あ、かわいい。こんにちは。なんだか賑やかじゃな。頼まれたものを持ってきたよ。苦労じゃったドナルド。少々時間かかったようじゃが。思ってたより魚を釣るのに時間がかかっちゃったんだ。でもユータが手伝ってくれたが、こうして無事に手に入ったってわけなんだ。お金くれ、私に。うん。それに、わしの店は商品を売るだけではないんじゃ。わしはリサイクルもやっておってな。不要な品があれば、ペコスって？お金の概念？へぇ。どこにあんの？はい。でも900円ももらえるのありがたいね。ペコスを手に入れたね。それで君も買い物はできるじゃないか。やった。ちょっと私好みの服は売ってないわね。強いて言えばこれ？たっけぇ。鬼たけぇ。綺麗だねって言われてありがとう。まあ、特にないかな。え？家具欲しい。でもドナルドシリーズか。待って、これめっちゃ可愛い。帰ろ。いや、だって、見てると欲しくなるからさ。帰った方がいいわよ。なんで？何か考え事、何でも僕に相談してよ。今日の仕立て屋を開店する予定なんだけど。おめでとう。開店する前にお店をきれいにしたいんだけど、必要なものはなくて困ってるの。うまく使われてるわよね、ドナルドってね。僕はひとっ走りして何とかしてあげるからさ。きれいにするにはね、シャボンのバブルと白いマーガレットが必要なの。はあはあ、白いマーガレット。白いマーガレット。持ってなかったっけ、だし。白はない。ドナルド。もう、でもね。引き受けるわ。お願いね。お願いね。違ったみたい。取ってきます。ごめんなさい。これ？全然違ったわ。あっちにあるのかな？あ、それね。なるほどね。まあ、とりあえずね、これででも服を作れるようにもなるってことでしょう。大事よね、ほんと。なんか違うとこ来てない？大丈夫？何これ？ヤシの葉っぱ、へえ。アップル、アップル。これ何？水玉チューリップ。へえ、かわいい。
ここじゃないのか。こっちね。よいしょ。トマト大事。うん。あ、上か。そっかそっか、ここはいけるようになるんだ。めっちゃある。めっちゃ物あるよ。はいはいはい。全部いただいていきます。デイジーダック。そうよね。彼女デイジーダックっていう名前なんだもんね。なんかいつもね、デイジーはデイジーっていう名前だと思い込んでるんだよね。フルネームを知らないみたいなね。デイジー、ちょっと私頑張ったわよ。褒めていただいて。助かるわ。あ、ただ親切なのね。まあね。すごい、もう10枚集まったよ。もう持ってきたのかい？僕も急いで持ってきたんだけど、君には負けちゃったな。レジの仕立て屋はとっても素敵なんだ。じゃ店の中見せてもらったらどうだい？いいわね。ねえ。でも掃除してないんでしょ？大丈夫？掃除？素晴らしいわ。素晴らしいわ。まあ、せっかく私デイジーの服着てるんだからね、やっぱなんかいいものいただかないとやってられないわ。うん、え、かわいい。何あれ、14って書いてある。まだ使えないものがあるのね、きっと。私の仕立て屋よ。帽子や服、それから靴にアクセサリーいろんなものが作れるお店なの。私おしゃれが大好きだから、みんなにもおしゃれを楽しんでほしいの。材料とペコスか。え、持ってんの？すごくない？私。あ、カチューシャね。すごいよね。街でさ、拾ってさ、作れちゃうっていう世界観。うん、素晴らしいですね。クソ。これいらない私。いいけどさ、あんまいらないよな。待って、これ待って、デイジー何もしとらへんやないの。ミシンが勝手にやってくれてたじゃん。びっくりするわ。うん、くそ。完成よ。もう一着作ってみましょうよ。ちょうど新しい衣装の作り方が手に入ったの。なるほどね。え？あー、でも可愛いかも。うん。小鳥の羽持ってませんね。だからそれを拾ってこいってことね。キャッスルタウン。丘の上。なるほど。取ってきなさいよってね。取ってくるわ。オッケー。待って、でも今のさ、服作れるんだったらもうこの服終わりかな。終わりかなって。いや、色味で言ったらこっちの方が正直好きっちゃ好きなんだけどね。色味だけで言えば、多分この上だよね。どこにあんの？コットンの葉っぱはいっぱい。あったあったあった。そんな、小鳥の羽なのそれ本当に。でかすぎない？ねえ。よし。服作るぞ。
ぱ服作るのって楽しいからね、何においてもね、うん、やっぱこのゲーム楽しいですね。なんかこのゲームあれだよね、アマゾンとかで今見ると信じられないぐらい安い値段で売ってるよね。あの絶句するぐらい安いよ本当に。新品がマジ2000円台だからね。しかも2000円台っつっても後半じゃなくて多分前半ぐらいで売ってるからね。言うて私も1月にねゲオで2000いくらで新品を買ったのよ。2000いくらならもう買いだよねって言って買ったんだよね。作ります。やっぱりデイジーは何もしてないと思うのよね。あらかわいい。うん、これは今後ちょっといろいろ服作りたいですね。完璧です。うん、いいね。なんかさ、こう行くところとかもさ、こう分かりやすいからこのゲームね。はーい、 はーい、いつでもどこでも飛んでくる。私は手紙怖いよね。でもいつでもどこでも飛んでくるの。おしゃべりをしに来たんじゃないの。あなたの手紙預かってきたのよ。え、待って、イエンシッド様ってあれでしょ、あの魔法使いの人でしょ。そうだよね、言ったよ。我が名はイエンシート。北の塔に住む魔法使いだ。突然だが我が塔まで来てはもらえぬか。そなたに相談があるのだ。何かしら。へえ。むすっとして口数が少ないけど手紙も無口なのね。それではまた。イエンシート様か。イエンシート様のその出てくるやつあんま知らないんだけど。あ、そっか。なんかもらえるんだっけ、王様に。先にじゃあ王様のとこ行くか。うん。で、次回、じゃあイエンシッド様のとこ行く？あれ、これ、もしかしてイエンシッド様のとこ来ちゃった？あ、違うか。こっから行けるよってことね。理解。こんにちは、女子。私のが可愛いわよ。うん。ひどいね。通りすがりに私のは可愛いわよって。ちょっとよこしなさい挨拶。うん、大臣顔色悪くない？なんか紫色なんだけど大丈夫？なんかそんなにさ教わるほどのことでもなかったわよ、ゆっくり手を振るって。うん、ああそう。なんかあるよ。よし、ということでやっぱあの人すごいわね。なんか圧がすごい、うん、多分こっちなんだろうな。すごいや。はい、ということで今回じゃあ一旦この辺でいい場所で終わりましょう。あ、でもちょっとよこしな、そのいいって褒めな、ほら。よし。おお、おー、いいね。はい、ということで、まあ、この辺で終わろうと思います。いや、やっぱ楽しいですね。ディズニーっていうのはいいですね、やっぱね。ジャックはいつ出てくるんでしょう。いや、多分ね、すごい後半なのよ。多分。それはね、知ってんのよ。だからまあ、コツコツやっていきましょう。あと、プーさんにも会いたいですね。うん。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。